はい。どうも、ひょんのです。はい、というわけで今ですね、急遽動画を回してるんですけども、これから、ゆきりぬと、長崎のハウステンボスでね、コラボ案件があるんですけども、今回ね、ちょっとやろうかなって思ったのが、僕は今動画モードっていうか動画回ってるから喋ってるんですけども、動画回ってなかったら、そんな喋る方じゃないですよ。まあ一般にね、みんなからインキャインキャ言われてるんですけども、まあそうじゃなくて。なんで、動画回ってへん時に、ベラベラ喋らなあかんねんって。それがもうそもそも、その発想がそもそもダメなんかな。例えばさ、休み時間やったらみんな友達と喋るわけやんか。でも授業中喋らへんやん。それと一緒で、俺にとっては動画回ってる時は休み時間なんですよ。自分からそんなにベラベラ喋るタイプではないんですよね。で、それは結構周りの人みんな知ってて、暗さの度合いっていうのはね、みんな知ってると思うんですけども、まあ、今回は、あえてそれを誇張させてみて、そのカメラ回ってる時はめっちゃ元気なんですけど、カメラ切った瞬間に急に黙ってもう誰からの会話も拒絶するような、もうまさにおぞましい、それはまさに闇の絶海、結界師のね、狭間時盛の絶海みたいな感じで俺がもうオフモードになってしまったら、雪犬はどう反応するのかっていうのを、まあ、ちょっと今回ね見ていこうと思います。はい、ということで、もうエイクイットパスフォーウィズジェットストリーム現象。はい、というわけで、今からですね、長崎空港に行くんですけども、ちょっとね、さっきっすね、そのツイッターたまたま見たらね、リスナーさんのリプで僕に送られてきたんですよ。なんか、とある画像がね、それちょっと見てみたんですけど、そしたら、ゆきりぬの、なんかインスタの、こう、ストーリーのスクショで、撮影裏のクイズノックの皆さんや、ホエの皆さんの雰囲気ってどんな感じなんですか？はい、ゆきりぬの答え。あんまり変わらないけど、花くんはスイッチオフになると影すぎて、陰すぎて影も見えない。伊沢さんも多少そんな感じ。念願さんだけは常にオン。おいおい伊沢くん。おい巻き込まれて。いや、俺はいいけど、伊沢くん巻き込むなよ、お前。タクシー演技の動画。もう一度ご覧いただこう。この顔聞いてる？気づいてくれました。おいしょ。こんにちは、花尾です。はい、今回はどこに来たかということですね。ゆきてぃさん、どこに来たんですか？あ、長崎に来ました。長崎、あの端っこの方ですよ。そんなとこまで。今回なんで来たんですか？ハウステンボスに。ハウステンボス、家のでかいバージョンです。どうしてそんなテンション？いやいや、こう動画回ってるからさ、動画は元気よくいかないと。おー、なるほど。おいおい、ちょっと元気出しなよ。はい、ということでね、これから楽しんで行きましょう。はい、それでは、レッツゴー。はい、オッケー。ゴー。はい、オッケー。あ、いや。はい、ということで今信号待ちです。停止してるんですけど。元気ないな、おい、どうした？撮影だぞ。案件です、今。皆さん元気？元気です。皆さん元気？
マイク忘れたから。あ、そうそうそう、そう、まあ一応ね、周りの人たちには配慮して、皆さんも環境には配慮してやっていきましょう。それではまたっていう、ジェース、バイバイ。はい、ジェース、バイバイ。そんな挨拶。はい。俺もインスタ映えよ。あ、大丈夫ですよ。これがインスタ映えなんで。誰か僕と一緒に肩組んで撮りませんか。誰も映れないです。僕ら誰も映れない。大人。大人たちはいつもこうだ。撮りましょう一緒に。イエーイ、イエーイ。あ、これ絶対使われますよ。これ絶対。ピース。大丈夫大丈夫、鎌田さんにちゃんと言っときますから僕が。まあ、こういうとこでやっぱハメを外して自由に行きたいんですよ。全然誰も怒らないですよ、そんな自由にやっても。みんなを笑顔にするための場所なのに、なんでそんな真面目な顔、真面目な顔するのが仕事じゃないですよ。そうですね、確かにあれですよ、もっと楽しめばいいですよ。鎌田さんのおかげでみんな笑顔になる。いや、笑顔になりましょう。ここはここは一つ、皆さん。笑顔になりましょう。真面目な顔するのが仕事じゃないですよ。あ、めっちゃ綺麗。めっちゃ映える映える映える。うわ、寒いな。そうです、長崎はちゃんと秋になるんですね。うわ、めっちゃ綺麗これ。いやー、というわけで、はい、やってきましたね皆さん。ここが皆さん、ここがハウステンボスの本気です。はい、普通のお客さんもいるんで。あ、そうですね。これボリューム小さめ。ボリュームはいいですけど、あんま映すと。これ全毛細工なんで、今もう全面毛細工なんで、大胆に目変わる。すごい綺麗だな。うん、行こうよ。いや、うんって、うんってなんなん、うんって。綺麗だね。見ろ、あのチンパンジー。あ、チンパンジーじゃない、チンパンジーじゃない、チンパンジーだ。パンジーか、パンジー。みんなお互いいい距離感を保ってるやんか。うん、全人類がそうしたらもう戦争はなくなるから、ね、そうですよね。だからお互い距離感持とう。はい、お前これぐらいで歩こう。これぐらいで、じゃあ、はい、今からね、もうゆっくり帰って休みましょう。はい、楽しいっすか。楽しんでますか皆さん。イエーイイエーイ。おー、いいっすねー皆さん。僕も今結構テンション上げてますよ。これ切った瞬間に俺のテンションも下がりますからね。はい、ということでハウステンボス無事に満喫できました。全然無事じゃなかった。携帯なくした。さっきね、あの直前にこいつやりやがったんですよ。この前買ったばっかりのね、iPhone11 をなくすという、本当にもうおバカさんなんだからこいつ。ということで僕はですね、このモニタリング中、モニタリング中じゃない、間違えた、回してね、この旅行動画中、はい、あるモニタリングをしてました。はい、気づきました。テンション0100。違います。実はですね、はい、この旅行中、撮影のスイッチ切った瞬間、超絶オフモードになるモニタリングをしてました。やっぱ言うと思った。
気づいてたけど、まあその心配する範疇ではなかった。そう、なんか今日はテンションの差が激しいなみたいな。激しいなっていう感じだったんですよ。まあ逆に言うと、俺こんだけ静かでも周りの人はもう別に気使わずふーんぐらいの感じで、まあそっとしといてくれるという。そういう友達を持てて幸せだと思いました。なおさんも、なおさんもごめんね。なおさん。あれ違う。あ、なおさんじゃなかった。ごめんなさい。あれ。なおさんは。なおさんはそうだ。私の忘れ物を。ごめんなさい。あの人違いでした。知らない方でした。知らない方とかだったから。知らない方とかだったから。知ってはいる。知ってはいる。